さあ始まりました川猿チャンネル。今日食べるのはこちらです。蒙古タンメン中辛限定チーズの一撃、コクうま味噌味でございます。僕はセブンイレブンさんのこの蒙古タンメン、中辛のカップラーメンが大好きでして、でこれの、チーズ味が出た、いやもう驚きと、感動でした。いやもうこのラーメンにチーズを入れたら、一体どんな味になるのか、すごい、楽しみです。で今回、いつもの白い器に、10食分入れて今日は、食べたいと思います。はい、というわけで、蒙古タンメンの中辛、チーズバージョン、10食分、この器に入りました。というわけで、早速いただきます。で今回なんですが、麺が 110g でスープが 410g が1食分なんで、だいたい 5.5kg ぐらいとなっておりますね。では楽しみです。うん、あ、これ辛みがあるんですけど、チーズですごいマイルドになっていて、すごい食べやすくなっておりますね。辛いのが苦手な方でも結構、スルスル入っていけるような感じです。うん、感じといったらちょっとピザみたいな感じがしますね。ちょっと、辛みがあって、チーズでちょっとマイルドになった。うん、あーでもちょっと辛いですね。いやー、やっぱりちょっと辛いですね。もうちょっと一気に汗が出てきました。
はい、というわけで、蒙古タンメン、チーズ味、10食分完食です。ごちそうさまでした。蒙古タンメンの中辛チーズ味、とても美味しかったです。いつもチーズ味じゃないバージョン食べてたんで、チーズ味もすごい、いいなと思いました。チーズ味はあの限定って書いてあったんで、まあ今だけなのかなとちょっと思いつつ、いや今後レギュラー化してくれると、いや嬉しいですね。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございます。また、次回の動画も、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。